ゃこんにちは、豊さん、はい。まあ、交流戦中は野球がもちろんあの一軍はないわけでお休みなんですけれども、いいな、休みがあるって。休みありますよ。休みねえよ豊さん、今忙しいって。そうないよね。ない。これから7月になってもさらに忙しくなってくる、さらに加速するというね、ジジイだよ。ね、野球選手20代30代お休み中です。なあなあ、はい、ただお休み中ですが、はい、岡田監督は休んでいませんよ。もうあの二軍への視察行ったり、ほらほうよ。そしてそのねぼやきじゃないですけれども、岡田節も炸裂中ということで、はい、休み中、はい、ブレイク中の岡田監督のぼやきということで、はい、まず一ぼやき、阪神のレフト丸々で行くぞ。そうだな、はあ、まあノイジーがちょっと波があるからね、はい、だから波が落ちた時に、はい、まあ、誰を入れるかっていうことじゃないの。そういうことですね。やっぱね、ノイジーはいいよ。あ、いい、うん、守備も含めて献身的な姿見てると、はい、まあ確かに打てない時はなんでここで三振するかなとか、なんでボール球手出すかなとか、はい、あっても長期的に考えるとやっぱノイジーが一番、プロとしてのキャリアも長いしさ。そうですね、まあ、日本のキャリアはねまだ半年足らずだけども、うん、まあ、だけどやっぱりノイジーは怖いとは思うけどね。そうですよね、うん、だから一応はやっぱり3番レフトノイジーっていうのが一番、まあ、基本線だよね多分それは ね、 で、 ね、でここに来て出てきたのがレフト、はい、森下選手説、はい、まあまあ、実際に示唆したと岡田監督が。だから、はい、まあ、そこは動かそうとしてるでしょ、はい、でもやっぱそれだけ前側がいいんだよ、うん、そうなんですよね。結局前側いいぞ、まあ、スチュワートから打ったフェンス直撃だったかな、あれ小判だったかな、うん、あの対応力は見事だな、はい、あれはいいよ、お主何者みたいな。あの武士の。そうそうそうですよね。ということはですね、いやだから森下が動かざるを得なくなったという、ね、はい、つまりライトはもう前川選手で行きたいと岡田。まあまあまあ、それそうだよね、はい、まあ、守備固めに島田っていうのもいるしさ、はい、だからまあそこら辺の併用になってくるかもわからないけども、はい、やっぱレフトも併用にしようかなっていうふうに、まあ、ちょっと考えてんじゃない。まあ、岡田監督曰く前川選手はちょっとレフトあかんからなということで、うん、ライトで固定、うん、となると、じゃあノイジー選手調子悪いってなると森下選手を ライトで使えない分レフトに持ってくるという案を示唆した、うん、まあまあ試すんだろうね、はい、はい、で実際もうファームでも非常にいい率を今森下選手残しています。ファームではいつもそうだ、ね、まあいつもというか今年入った選手だからね。そうですよね。で、これ日刊スポーツさんが挙げてたんですけども、記者に対しても、横浜戦リーグ再開した横浜戦から行くよっていうふうに岡田監督は話していると。まあ、横浜はね、はい、左が想定されるし、はい、まあ、今永だとか石田とか、うん、浜口だとか、まあ、いろいろ左ピッチャーいるから、はい、あのそれを想定して言ってると思うんだよね、右をっていう、うん、まあ、ノイジーも右なんだけど、はい、だけど、まあ、これデータ調べてなくてちょっと申し訳ないんだけど、はい、ノイジーが左ピッチャーに DeNA の相性が悪いのかもわからないよね、はい、ここまで戦ってきて、はい、だから森下をっていうふうに思ってるのかもわからないし、うん、でも基本戦は俺はノイジーでいくと思う。うん、ノイジー選手でいく、うんうん、ただやっぱりそのファームをこの前視察した時も、まあ、その時は森下選手内野ゴロだったりしたんですけど、いやでもゴロだけど内容がやっぱりいいと、だから上げたいまあまあな、うん、まあそれは森下頑張らないとね、はい、うん、たださっきのさ森内の言い方ね、はい、前がレフトはあかんからなって、うん、やっぱ岡田監督って外野手一括りにはしてないんだよね、だからその言い方をするっていうことは、はい、だから右か左か真ん中かっていうそういう適性をしっかり 見据えて前側はやっぱりライトだなっていうのをちゃんと決めてるよね。だから森下を移動させるっていうのはその適性がどうなのかっていうのは見てるよね、うん、ノイジーは見てるからね、うん、あのレフトがうまいっていうのがね。そうですよね、外野手のコンバットっていってもやっぱ適性があるかどうかっていうのは見てるよね、右左でね、うん、まあ、普通見逃しがちなんだけどね、外野だったらどこでも誰でもできるだろうみたいな、はい、まあ、内野手出身だからさ岡田監督は、うん、まあ、そういうふうな考えに至る時もあるだろうけども、やっぱそこら辺は慎重だよね。そうですね、うん、
まあ、大したもんだね。まあ、ノイジー選手が入った時はまあ3番レフトだと思うんですけれども、じゃあ森下選手が入って代わりになるっていう時には3番は誰が打つことになるんですか。やっぱりそのまま森下が3番打ったりだとか、まあ、前側か3番はね、うんうん、6番ぐらいに森下を、だから前側が出てきてくれたおかげで、まあただ左3枚揃うからなそうですね、あだからやっぱ3番で、ただサトテルの後ろを打つって言っても2人並ぶんだよね、はい、まあでも 1,2 番は左に関係ないからな、ああそっか、あ近本中野っていうのはやっぱり全然違うからね、はい、まあ、左の方がむしろ打つんじゃないか、率残すんじゃないかっていうぐらい、うん、やっぱいいんで、はい、3番に前側を持ってきてもいいけどな、うん、で、6番に森下選手っていう打順でもいい、うん、まあそうだね、でノイジーを使うときはノイジーを3番で使って前側を6番に使う可能性がある、はい、ああなるほど、だからまあ強いチームっていうのは固定ではなくて、はい、やっぱりそれなりの柔軟性を持つんだよ、はい、まあ、例えば 1,2 番はもう決まってる、4番決まってる、うん、まあ、5番もサトテルでいく、うん、あとは柔軟性を持たせようっていうところが、うん、まあいいのかもわからないね。まあ忘れちゃいけないのは、うん、大阪のおばちゃんもおるから、ミエセス。ミエセス、そうですよ。そう。どうしましょう。ライト。いやだから左の時は、うん、ミエセスを使う可能性はあるよね。そうするとじゃあミエセスライト、うん、ってなると前側は前選手がベンチっていうことなんですね。ただ左ピッチャーは左バッターに打たれる傾向にあるからな、やっぱりインサイドをつけなきゃ外だけ待っとけば打たれるというさ、ただミエセスもいるということだ、だからまあ層は厚いんだよね、外野層厚くなりましたね、そうだから、うん、まあそこら辺はやっぱ柔軟性を持たせようとしてるのかもわからないね、岡田監督はこのピッチャーだったらこう組み立てていこうとか、はい、まあ、そういうことはいいことだけどね。そうですね、悪いことでは全然ないし、うん、でここからまた長期戦っていく上でも必ず疲れとか状態が落ちてくる選手も出てくるので、そういう時にパッと入れられますしね。そう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 、ただノイジーは、はい、右の時に2割5分、はい、左か左の時が2割5分、はい、そうだな、右の時が2割3分3厘、あ右にちょっと悪いな、うん、だからまあ横浜が左で来るとすると、はい、まあ、これはやっぱりね、岡田監督言ってたけど、DeNA に昨年負け越してて、はい、かなりのね、だから優勝できなかったのは、やっぱこう、開幕、ああいう風な状態になったっていうこともあるけど、はい、やっぱ DeNA 戦だなって言ってたから、うん、まあ、意識は高いよね、だからそれの備えだと思う。2つ目の岡田監督のコメントですけれども、はい、ブルペンデーに持論。俺はせえへん、それやったら先発2枚かますわというところで、ブルペンデーというのが結構どのチームも あるチームはあるじゃないですか、まあ、で、阪神は、4戦目火水木金曜日が、まあ、足りてないと、でここでブルペンで俺はやらない、先発をだったら4イニングで2枚でかましていくけどなというふうに話していたんですけど、岡田監督ってはっきりしてるからさ、はい、中途半端なことするんだったらしない方がいいって、うん、思うタイプなんだよね、はい、申告敬遠があるから、うん、今もうパッと歩かせろって言うけど、うん、ない時なんかはもうとにかく臭いところで行きますかとか、うん、歩かすんだったら歩かせろみたいな、はい、そういうタイプだからさ、いやだからブルペンデっていうのは5、6人使った中で、うん、まあ、岡田監督の頭の中ではやっぱ1人は悪い人間が出てきても仕方ないっていう、うん、まあ、そこで勝負が決まったりするのが嫌だと。あ、じゃあそれだったらもう先発で2枚使ってやらせた方がいい、はい、うん、でも谷間にやることだからさ、まあ そうですね、そもそも先発ピッチャーがいないわけよ今、そうですよねいやそこで2枚かますわ言うてそんな余裕があるんだったらそもそもやんないだろう そこ新聞記者突っ込んでくれよみたいな、確かにガスポーツさんいやいや本当にそこタジタジになっててそうですねって言ってるようじゃ記事なんねんよ、豊さんだったらそれ突っ込むじゃん、そんな余裕があったらもうねもうそもそもやんないでしょって、いや余裕がなくなってプロやんね、はい、先発ピッチャーがいなくなったらやらないかって、はい、いうことでしょ、かます余裕があるんだったら谷間でも何でもない、そのまま戦っときゃいい、確かにそうです、でも俺は青柳ね、はい、あーそうファームにいるけど、はい、立ち上がりが悪いんでしょ、うん、そうですね、そしたらブルペンテじゃなくて青柳を中に入れて、はい、後の5イニング4イニング投げてもらうって、
結局立ち上がりが悪いわけでしょ、はい、でもリリーフになったらそこが立ち上がりって言われればそれまでなんだけど、うん、はい、ゲームが動いてるから、うん、青柳もそのまま乗っていければ、はい、そのゲームの雰囲気に、うん、まあ、立ち上がりじゃなくなると思うんだよね、はい、ということは、はい、先発ピッチャーと青柳っていうふうに、はい、だからリリーフを休ませるために青柳を中でかましていくっていう、うん、いわゆるロングリリーフできるような、そう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 、それは一つ提案しておくわ。面白いですね。なるほど。やっぱね、青柳が今年やられる傾向っていうのは、はい、立ち上がり3回までなんだよ、まあ、序盤ガッタガタにして、はい、あ、もうそれで取り返しがつかないっていう、うん、その後はずっと抑えるんだけどさ、はい、でも試しとして、うん、それは確かにリリーフでポンと入ってくる、うん、そしたらやっぱ立ち上がりと同じでどちらかのかもわからないけども、これはわからないからやってみないと、はい、先発としての用意じゃなくて、うん、リリーフとしての用意と、はい、リリーフしてからはお前が全部あと投げ切るっていうことと、うん、そしたらブルペンも休ませれるわけじゃない。はい、だから青柳をうまく使う手はあるなと思って。あ、なるほど。今年の場合はね、まあ、今年に限って言うとっていうところですね。そう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 、まあ、先発がやっぱ状態が悪いんであれば、はい、何かでやっぱ取り戻さなきゃいけないし、うん、まあ、青柳もそういう気持ちでいてくれると思うんだよね。はい、だからまあそういうことで青柳を重宝するといいのかなとは思うけど、ね、そうですね。新たなその4戦目のそのピッチャーのやりくりというか使い方っていうところで今年に限ってはこれをしてみる手もある、うん、リリーフでね、はい、4イニングは確実に投げれると、うん、まあ、スタミナも含めて、はい、でも5イニングはきついっていうピッチャーに関してリリーフの誰かを先発に当てといて、うん、そこからは青柳に任せるって、はい、いうふうに言っておけば、はい、青柳はスタミナあるしさ、はい、そういうふうな使い方も面白いなと思うね。そうですね、はい、で最後3つ目、はい、今日も岡田監督爆発ということで、はい、B ケラーがアメリカに一時帰国、はい、肘ドクターチェック行ってきますということで、 B ケラーはもう知らんど、 B ケラーブルペンの投球中で肘なんか肘もうそんなやっちゃったって、もう一軍のマウンドには上がれないよ ね、 そ、 うですね、そんな状態じゃ、あの岡田監督があいつなんやねんと最後締めてたそうです。そうだね、はい、